いや、久々の外でのロケだな。ちょっと楽しみだな。この背景皆さん見たことありますでしょうか。こんにちは、スタイリストの大山俊です。僕が今日来てるのはですね、高円さんの越谷レイクタウン店ですね。こちらから今日は動画をお届けしたいなと思います。ちょっと声の調子がいまいちなんですが、ちょっとこの状態で気合い入れていきたいなと思ってるんですけども、今日はですね、こちらの中で大人が冬に買うべき服5000ということでお届けをしたいなと思っております。ということで、コーエンさんの服は僕の動画の中でも何度か取り扱ったことがあるんですね。まあ、おそらくですね、去年の夏ぐらいだったと思うんですが、アウター系を皆さんにご紹介をしまして、で、最近もですね、ニットをご紹介したかなと思うんですが、価格帯で言うと、いわゆるユニクロですとか無印良品よりはちょっと上がるんですが、セレクトショップのオリジナルよりは価格帯はリーズナブルで買いやすいというところで、このゾーンは結構リアリティがあって、多くの大人男性にも買いやすいようなところかなと思うんですね。このあたりを個人的には皆さんにしっかりとお伝えしたいなということで、今回はですね、 PR 動画というわけではなくて、店舗の方にお邪魔をしまして、いろいろと発掘をしながら冬服皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。はい。まあ、先日もですね、コーエンさんのニットご紹介したら、皆さん知らなかったっていう方も多かったんですけども、コーエンさんって実はユナイテッドアローズ系列のですね、ショップになっていまして、まあ、デザイン的にもですね、安心感があるんですよね。まあ、グリーンレベルさんですとか、ユナイテッドアローズ、他にはビューティー&ユースとか、まあ、様々な素晴らしいブランドがあって、まあ、その系列のコーエンというところで、価格的には買いやすいですし、デザイン的にも安心感があって、しっかりとトレンド感は抑えているんだけども、ベーシックさというところもしっかりと抑えているので、大人男性には使いやすいかなと思うんですね。まあ、スポーティーだとかアウトドアの部分もですね、うまく取り込んであるので、そのあたりもちゃんと皆さんに見ていただければなと思ってますので、今日は店内歩きながらですね、皆さんに良いものはどんどんご紹介していきたいなと思っています。じゃあ早速行ってみましょうかね。こちらの方に見ていただきたいんですけど、アンチピリングニットですね。これはまあいろいろと僕も仕事柄ニット見ますけども、価格帯がですね、4400円で、このクオリティのニットっていうのはなかなか見当たらないだろうなと思うんですね。非常に完成度が高いんですよ。後ほど着てみたいなと思うんですが、まあちょっとベーシックなこういったベージュ系を見てみたいなと思うんですけども、まあアゼ編みのニットになっていまして、縦のラインが入っているので、まあ表面がつるっとしたニットに比べると少しですね、凹凸感のおかげでアクセントも入ってますし、でもデザイン的にはベーシックで使いやすいというところですね。サイズ感は少し緩さはあるんですが、決して大きく振りすぎてないというところが、かなりバランスがいいんですね。で、こちらですね、アンチピリングニットということで、毛玉ができづらかったりだとか、まあ、洗濯機で洗えるところね、ここも結構重要ですよね。まあ、僕ら大人世代だと、お子さんがまだちっちゃかったりするとですね、ニットちょっと扱いづらいからやめてよっていうですね、奥様の声も上がってたりするんですが、まあ、そのあたりちゃんと汲み取りながら、ちゃんと洗濯機で洗えるというところでも、使い勝手がいいんですね。そして保温性もめちゃくちゃ高いので、これ T シャツの上にさらりと着るだけでもかなり暖かいので、これはですね、複数色持っておいていいんじゃないのかなというような、そんなニットかなと思ってます。で、カラー展開めちゃくちゃ豊富で、これどれ選ぼうかっていうのが結構難しいですね。そこが唯一のですね、難しいポイントかもしれないですが、個人的にはまあ大きく分けるとですね、ホワイトだとかベージュのような明るめのカラー、この中から一色持っておくといいかなと思います。そしてちょっとこう綺麗な色ですね。まあアウターが、まあこちらを見ていただくと分かる通り、まあ冬のアウターって濃い色ですね。濃い黒とかブラックとかダークグレーネイビーが多くなるんですけど、その時のこうパッと華やかな色としては、こういったグリーン系の色だとかネイビーなんですけど、こちらもちょっとこうロイヤルブルー寄りと言いますか、明るめのネイビーなので、この色はですね、かなり綺麗に効いてくるかなと思います。あとは結構パープルもいいんじゃないですかね。このあたりもすごくいい色なので、まあ、どれ着てみると一番わかりやすいかなと思うんですが、まあ、こういった外側にですね、アウター着るときにはちょっと綺麗な色を持ってきてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思うので、これは2枚買いですね。ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。そしてこれと合わせてですね、アウター、あちらもですね、結構かっこいいなと思ってまして、ちょっとこちらに移動したいなと思うんですけども、これですね、まさしく先ほどのマネキンが着ていた状態なんですが、このアウターがめちゃくちゃバランス良さそうだなと思いました。いわゆるですね、ダウンではなくて中綿のアウターになっています。
まあ、最近ですね、まあ、本当にこうずっと外で過ごすわけではなければ、これぐらいの中綿のアウターでも全然 OK だなと思うことも少なくないんですね。まあ、特に車だとか電車での移動だとか、まあ、室内にいる時間が多かったら、まあ、これぐらいのアウターでも冬でも OK って方いらっしゃると思います。僕も正直今ダウンをですねほとんど持ってない状態で、中綿のアウターだけバリエーションいくつか持ってるんですが、これはですねすごく使い勝手いいんじゃないのかなと思いますね。で、素材はですねシェルテックというものを使っているんですけども、保温性があってすごくねこの素材使いもめちゃくちゃ使いやすいようになっていまして、あとはベンチレーションがついてたりだとか、ちょっとねこの脇下の部分ですね、ここからちょっと熱を逃がせるような形になってたりだとか、そういった部分までちゃんと凝ってるんですね。で、ダウンとかだとやっぱりステッチがこう横に入るのが気になる方もいらっしゃるかなと思うんですが、このあたりはこうマウンテンパーカーの延長線上で着れるようなスッキリとしたデザインになっているので、これもなかなか素敵ですよね。色はブラックと、あとちょっとこうグレーっぽい感じですね。このあたりも素敵じゃないですかね。表記はダークグレーになってますが、ちょっとグリーン味もかかっていて、なかなかバランスがいいので、まあ、このあたりもちょっと試着したいなと思いますので、これと先ほどのニットを合わせながらですね、ちょっと着替えてみたいと思います。はい、ということで着てみましたが、いかがでしょうか。これはもう抜群ですね。もう安定感抜群ですごく使い勝手がいいなと思いますね。まあ、実際に着てみると、すごく軽くて、ライトな着心地ですごくいいのと、あとはまあ、あぜの感じですよね。この縦に走るラインがすごくバランスがいいなと思いますね。あと、個人的には、この首元の開き方、このあたりもバランスいいなと思ってまして、詰まりすぎてると苦しいし、かといって飽きすぎてると、これまたですね、ちょっとこう、だらしなく見えるんですが、ちょうど下に着てる白 T が覗くぐらいのバランスなので、まあ、これぐらいがまさにちょうどいいですね。まずは僕ネイビー着てるんですが、ネイビーといっても色味はですね結構明るめのブルーになっていまして、これはですね差し色としてもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、先日ですね冬物の色選びの教科書という動画出しましたけども、その中でも結構冬の着こなしって暗い色になりがちだというところをお伝えしました。で、ニットはですね結構色で遊べるポイントなので、このようなブルー系で少しですね明るさを出してあげるのもいいかなと思いますね。これだと単体でもすごくいいですよね。結構あったかいですね。確かに保温性って書いてあるのでどうかなと思ったんですが、着てみるとポカポカとした感じがするので、これは1枚あるとすごく便利かなと思います。その上ですね、先ほどの中綿のアウターを着てみますね。羽織ってみましたがいかがでしょうか。これも使い勝手良さそうですね。まあ、中綿だけあってですねすごくライトな着心地になっていまして、このようなブラック系でもですね内側ブルー系のですねニットを入れることで、かなり色的にはですね重たくなりすぎないようなバランスになるかなと思いますね。これいいですね。ポケットもですねこの斜めにつけられているようなちょっとミリタリーっぽいですねデザインになってまして、このあたりも男性的にはすごくグッとくるポイントなんじゃないかなと思いますね。これも M サイズを着用していますが、すごくバランスいいですね。まあ、ジップで締めることもできますし、あとはスナップボタンでちょっとね部分的に留めたりもできるので、これもかなり使い勝手がいいですね。このようにブルー系のニットと合わせるのもいいですし、あとはですねちょっと明るい色もいいかなと思うので、ちょっとベージュ系のニットに着替えてみたいと思います。続いてベージュに着替えてみましたがいかがでしょうか。この色もいいですね。ベージュといっても結構いろんな色味があるんですが、ベージュの中でも割とクリーンに見えるような上品な色味ですよね。そんなにこう暗すぎずですねモカっぽくならないようなライトなベージュなので、すごくクリーンに見えるので、これは好印象なベージュ系のニットかなと思いますね。やぼったく見えないし色合いすごくいいと思います。まあ、この上にですね先ほどのアウターを着てみると、先ほどよりはだいぶ明るい色合いになるので、また印象変わるかなと思いますので着てみたいと思います。はい、着てみました。いかがでしょうか。これまただいぶ明るい感じになりますね。皆さんはどうですかね。先ほどのロイヤルブルーっぽい感じとこちらのベージュ、どちらがお好みですかね。僕は結構このような華やかなベージュ系も好きなので、なかなかバランスいいなと思ってますね。ね、結構ニットの色味は変わるだけで着こなしが全然別のものになるので、まあ、ぜひ皆さんもニットの色はですね複数持ちながら着こなしを楽しんでいただければなと思ってます。はい、続いてせっかくなんでこちらのケリーも着させていただきました。なかなか普段にはない色なので、僕の中でも新鮮な感じはしますね。グリーン系なんですけども、ちょっと蛍光感があってなかなか綺麗な色ですよね。これ単体でも意外と派手に見えるかなと思ったんですが、着れるなという印象ですね。まあ、秋冬の着こなし結構ね地味になりがちなので、一色ぐらいこれぐらい発色のいいものも持っておくのもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。ちょっとねニットの色合いに飽きてる方はこちらの色もですねチェックしていただきたいなと思います。じゃあこのままですね皆さんまた店内を見ていこうかなと思うんですが、あとはですねこれもなかなか素敵だなと思うんですよね。今年はちょっとこうね
襟がついてるニットっぽい感じをですね、ニットポロみたいなもの結構出てきてるんですが、まあ春夏だと半袖バージョンのニットポロ皆さんにご紹介しましたが、これはロング丈の長袖バージョンですね。これもなかなか素敵ですね。トレンドを抑えたようなアイテムもしっかりと並んでいるんですけども、ブラウンとブラックがありますが、なかなかですね、個人的にはこのブラウンもコクがあって雰囲気いいんじゃないのかなと思いますね。で、襟にはボタンなくてスキッパータイプになってですね、このあたりも今っぽいなと思うので、ちょっとこれも着させていただきたいなと思います。はい、着てみましたが、どうでしょうか。これもなかなかいいですね。まあ、襟があるだけでだいぶ印象変わりますね。ちょっと見ていただきたいんですけども、このスキッパ襟ですね。ここがボタンがなしでちょっと開いていて、下にですね、白 T 着てレイヤードを楽しむのもいいし、僕は今ですね、まあ、私物のなんですけども、デニムのバンド柄シャツ着てますが、このようなバンド襟のシャツと合わせてもなかなかバランスがいいかなと思うんですね。で、襟元見せて、裾の部分もちょっと出してあげるみたいな着こなしもできるので、なかなかこれ使いやすそうですね。僕ももう丸首のニットはもうしこたま持ってるので、ちょっとこう変化球つけたいなという時には、これいいなと思いましたね。こちらもですね、しっかりと編み目もしていまして、中肉厚で結構重ね着もしやすいかなと思いますね。まあ、この上にですね、ライトな先ほどの中綿のアウター着てもいいと思いますし、これ1枚でも重ね着しても結構あったかいので、これも使い勝手良さそうですね。ぜひ皆さんもね、トップスの印象って結構大きくて、1枚変えるだけでだいぶですね、全体の雰囲気も変わるので、チェックしていただきたいなと思います。はい。続いてはですね、もうちょっと左側に行ってみましょうか。これは何ですか？選べる3型大人のスウェット、リブテックって書いてありますね。ハーフジップ型のですね、トップスになってるんですね。これもなかなか素敵ですね。で、色は、このオリーブなんかもなかなか良さそうですね。今ちょっとトレンド感のあるアイテムとして、ちょっとずつ増えてますが、なかなかですね、ちょっと価格帯高いと、最初のうちはトライしづらいかなと思うので、これだとですね、価格が4400円。試しにトライしてみるにはすごくいいなという価格帯で、色もいいですよね。ベージュもいいけども、このちょっとこう、表記は、オリーブとなっているんですが、ダークグリーン、ちょっとグレーも感じるような色合いで、これもなかなか雰囲気良さそうなので、ちょっと着させていただきたいなと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これもなかなか仕上がりがいいですね。襟元見ていただきたいんですけど、このね、ハーフジップの今っぽい雰囲気は、やっぱ1枚持っておくと、だいぶ新鮮な気分になりますね。僕はハーフジップもすごく好きで持ってるんですけども、どうしてもカジュアルな印象になりがちだなとは思うんですね。だけどもこれはスウェットというカジュアルな素材感なんですが、まあニット見えするような形なので、大人の男性にも着やすいような風合いになってるかなと思いますね。これは意外とサイズ感もゆとりはあるんだけども、そこまでたっぷりしすぎないし、着てみるとなんか上品な感じがするんですよね。で、色は一応表記、オリーブとなってますが、やはりちょっとダークグリーンとかグレー味がかかっていて、まあ、いわゆるこうアーミーに見えるようなオリーブではないので、そのあたりもバランスいいなと思いましたね。なかなかいい。あと、自然とやってましたが、ポケットがついてるんですよ。これ結構良くて、あるかないかで全然違うんですね。まあ、なんか、あることで、このアウター感覚で軽く着ることもできますし、安心感が違うので、これはなかなかバランスいいんじゃないのかなと思いますね。個人的にも1枚これは欲しいなと思ったので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いて、こっち行ってみましょうかね。これは極楽ウォームシリーズというものですね。これはまあ、名前からある通り、暖かいんでしょうね。極めて楽で暖かいシリーズということで、まあこのあたりも使い勝手良さそうですね。もう触った感じはもちもちしてます。はい。まあ、履いてみないとまた実際わかんないんですけども、まあ、シルエットはそこまで太めではなくて、テーパードの効いたような綺麗な感じになってまして、前から見ると普通なんですけども、後ろは腰ゴム入ってて伸びるというところでは、まあ、現代のね、ボトムスによくあるですね、履き心地の面もしっかりと整えていまして、タックも入ってますね。で、腰周りには少しゆとりがあるんですけど、膝下からテーパード効かせるような綺麗なシルエットになっていて、これ、なかなか良さそうですね。色は、ブラックがあって、ここら辺の鉄板。で、ダークグレーですね。まあ、個人的には、やっぱアウターがブラック系多くなるので、ちょっとダークグレー履いてみたいなと思うので、ちょっと着替えていきたいと思います。はい、履いてみましたが、いかがでしょうか。まあ、足長効果って綺麗なシルエットですね。まあ、腰周りにはタックが入ってるんですが、膝下からはテーパード効いていて、かなりですね、足が綺麗に見えるような、そういったシルエットかなと思います。まあ、ワイドパンツもね、今トレンドで、まあ皆さんお持ちかなと思うんですが、まあ改めて使いやすいようなフィッティングになってるかなと思います。まあとにかくですね、ストレッチ感がすごいんですよね。ちょっと屈伸するんですけども、
まあ、ギュンギュンに伸びますね。履き心地が抜群にいいのと、あとは素材感ですね。これが、まあ、ウール見えするような質感なんですが、内側の感じはスウェットのような雰囲気で、サクッと着やすいような、そんなバランスになってるんですね。色もダークグレーで合わせやすいですし、上には先ほどのですね、この中綿のブルゾンですね。こちらのグレーとですね、グラデーションで合わせてみましたが、こんな形で使っていただくのもいいかなと思いますね。なかなかバランスのいい一本ですね。で、色はブラックもありますし、あとはですね、ちょっとワイドタイプもあるので、このような形で同じですね、シリーズの中で、ちょっとこういったワイドっぽいシルエットのものも入れてみるのもいいかなと思うので、これはもうね、コーエンさんの鉄板のボトムスとして、ぜひ皆さんも一本はチェックしていただければなと思っています。他にもこういった同素材の、まあ、いわゆる CPO シャツみたいな。これもなかなかバランス良さそうですよね。ダークグレーで大きめのポケットがついていて、シャツアタフに着れるので、このあたりも僕大好きで、よくジャンルとしては買うようなあたりなんですけども、これもね、セットアップで合わせるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただきたいですね。はい、このあたり。色はダークグレーとダークブラウンがある感じですね。まあ、せっかくなんでちょっと一周回ってみましょうか。ねえ、ちょっとこういったスポーティーなアウターとかもね、今年ちょっとトレンドになってますよね。このあたりもなかなかいいですね。割とですね、中綿入ってるので、暖かい仕様になってますし、このあたりもちょっとこう古着っぽい雰囲気もあって、なかなかかっこいいなと思うので、ちょっとクロート向けのアイテムもありますね。あとこちらの方はですね、派手さはないけども使いやすいこういったロンティーですね。ポケット付きのロンティーとかも、やっぱり一枚あると便利ですよね。まあ、これの上にですね、ニットを重ねて、ちょっと襟元から見せてあげるみたいな感じもいいかなと思いますね。先ほどのニットの時も内側にはこれ着てたんですけども、襟元がちょっと高めなので、レイアウトしやすいような、そんなシリーズになってますね。アウターからインナーまで、バリエーションちゃんとありますし、他にはですね、まあ、こちらの方のシェフパンツっぽい感じですかね。ちょっとこうコーディロイのブラックなんかもなかなかバランスがいいし、まあ、トレンド感あってね、このあたりも気軽にトライするのもいいんじゃないのかなと思いますね。僕もコーディロイのパンツは今年何本か買いましたが、皆さんもぜひこのあたりの価格帯でチャレンジしてみるのもいいかなと思います。さらにはちょっとこちらの方を見てみると、なんかね、アウトドアっぽい感じのアイテムもいろいろとあって面白いですよね。なんか水筒もあったりだとか、キャンプ系のアイテムとかも奥にあったりしますし、まあ、今回は男性だけですけども、女性ものもね、向こう見ていただくと結構充実してるので、まあ、ご夫婦だとかカップルで来ていただいて、まあ、結構楽しめる店舗になってるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ皆さんも実店舗の方にもね、訪れていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、コーエンさんの店舗にお邪魔しまして、皆さんにおすすめの冬服をご紹介させていただきました。残念ながらですね、僕の声が限界を迎えておりまして、もうちょっと長い時間お届けしたかったんですけども、まあ今日はこのあたりにしたいなと思ってます。まあなかなか魅力的な商品が多かったですね。スポーティーでアウトドアなものもありますし、まあ日常で着れるようなライトなものだとか、綺麗めなニットなんかもあるので、なかなかですね、一つの店舗で上下全部揃えるようなことができるような、まあ名店なんじゃないのかなと思います。まあ、価格帯もユニクロ自由に比べると少し上がるんですが、セレクトショップのオリジナルよりはちょっとリーズナブルで買いやすいというところでは、まあ、脱ユニクロを狙うにはすごくいいブランドだと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、全国に80店舗ぐらいあるという形でお伺いしているので、実店舗に行きながらですね、お買い物楽しんでいただければなと思っています。ということで、これからもですね、このような素敵なブランドがあった僕の方でもね、どんどん皆さんにご紹介したいなと思ってますし、今回のリベンジですね、喉が完璧じゃないので、また春にもう一回こちらに訪れてですね、全力で春物もご紹介したいなと思ってますので、そちらも楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。